はい、どうもハピネスドッグのハピネスです。趣味プラス情報系ソーディ攻略動画やっていきたいと思います。今回のこちらの動画ではアンバサダーをね思いっきり使ってるみたいな、そんな感じですね。でアンバサダーと、エナジャイドミューテーション使ってね、敵を倒していくという感じです。でアンバサダーってそのエナジャイドミューテーションねやると、まあ、精度の高いその攻撃を結構こう持続的に与えることができるので、こういうねガーッと押し寄せてくるような戦いだとか、まあ、結構余裕でねクリアできちゃうって感じなんですよね。で感染ダメージ入れて戦ってるおかげでね、まあゴリゴリと敵をねこう押し切ることができたりだとか、まあこうわらわら敵がたまることなくきちんとね向かってくる敵を処理することができるという感じです。ああいうノックスもね含めて全然余裕で倒せる感じですね。で結構今プライマリーマーシルス入ってるんで弾薬いっぱいありますけれども、打ちやすすぎるが上に弾切れが早いみたいなところもまあ否めなくはないので、まあそこはねエナジャイドミューテーションを使いながらとか、まあ弾薬を増やすんでもいいんですけれども、まあそういう風に補填しながら戦うって感じですね。でこうやってエナジャイドミューテーションとかそのプライマリーマーシルスがいっぱいあるおかげで、まあ、結構ねこのチャージ攻撃も放ちやすくなるなっていうところがまあ結構いいところだなと思って、俺はねそのエナジャーデミューテーションをやたら結構使う人なので、まあ何気にね使い方難しいっていう話も結構あるんだけど、まあそれをね今回のソーティーでも十分なんかこう理にかなってるというか、こういう長期戦をねまあ強いられたりとか任意で戦ってもいいよミッション、あ戦ってもいいよっていうミッションどっちにもねまあ対応できるんで、まあ遊びの幅は十分あるなっていう感じでしたね。まあ、ただそのアンバサダーみたいなこういう武器って結構遊んでてもすごい思うんだけど、こうやってね状態異常がかかればね全然問題なくて、でアンバサダーも十分強いので、その鋼の道のりだって行こうと思えば全然行けちゃう武器だったりするし、まあその手に入れる価値というかモッドで遊んで、で感染とかまあ切断含んでもいいんですけど、まあそういう風に遊ぶ価値っていうのも十分あるなとは思う一方、こういうねタスクサンパー系とかなんかあとタレット系、まあ要するに状態異常がかかりませんよみたいな、スタック溜まりませんよみたいな、まあそういう相手にはまあどの武器もそれ言ったら同じなのかもしれないけど、まあこいつもねそのああいう敵は苦労するなっていうプライマリの一つでもあるなっていう、そんな印象ですね。まあ要するに単発の火力がそんなに高くないというか、そのスナイパーライフルと比較するとですけれども、うん、まあその分ね状態異常で攻めるっていう武器なので、敵のね弱点属性、まあもしくはね、複合属性と切断もしくは火炎とか、まあそういうのと一緒に合わせたりだとかっていう遊びはやっぱブレないでこいつの性格なんだなっていう感じがしますね。ただこうやって今遠く狙って撃ってたりするときにフォールオフのその発生がないおかげで、まあ、あのステータス表記にもないので、まあそのおかげでね距離減衰っていう意味では火力が落ちないので、まあそういう意味ではねこういったオープンワールドとかね広いところで使うこともできる、まあこのタレットもそうですよねこう苦労すると運命の差になるんですよ急に。まあもちろんね切断とかなんかこう物理のね発生はステータスアイコンで出ますけれども、ダメージ表記で、まあでもねこの雑魚敵を倒してる時とああいったねオブジェ、まあ要するに状態異常がかからないような敵を倒す時はまあきちんとねそれを考慮したような武装も一緒に必要で、こいつ一丁でどうこうしようってなると、まあなかなか苦戦を強いられるパターンもあるんじゃないかなっていう感じが、まあ俺はねソーティーを通してちょっとアンバサダー結構使ってますけれども、まあそういう風に思いますね。ただオープンワールドでのね使い勝手がいいっていうのは本当に俺にとってもすごい嬉しいことですね。で俺って結構そのアンバサダー好きなので、まあちょっと今回はねセルレーションとか、アプティチュード一緒に入れちゃってるけど、まあこれはねどっち覗いてもいいし、まあ要するにそのガルバナイズドのねアプティチュードとかセルレーション入れる入れないは初速をどうしたいかっていうところなので、まあ一回キルした後にねこういうプライマリーマーシルスとか発動して火力が一気に伸びるよみたいな感じだったら、まあ全然ねそういう運用の仕方もありだなっていう感じですね。まあ今回に関してはね結構アンバサダーのその距離減衰効かないよとか、まあエナジャイドミューテーションでバカバカこう乱射しまくると、まあまさに軽機関銃みたいな扱い方もできるので、まあ消せてくる敵も余裕で倒せるから、今後ね鋼の道のりとか活用しながらもっとね深い情報動画やっていきたいと思いましたね。ハピネスダークのハピネスでした。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。こちらね画面にある通りまだまだたくさんの動画、そして俺の趣味とかね他にも情報系をまとめた動画とかたくさんありますので、チャンネル登録やコメントで応援していただけると嬉しいです。またお会いしましょう。バイバイ。